あ、教えてくれる。あ、これですか。はい、宮田さんが若者を応援するプロジェクト、はい、タトゥーアーティストのアルちゃんとコラボレーション。あ、なるほどなるほど。アルちゃんはあのイタリアでファッションを学ぶために学費を稼いでるタトゥーアーティストとして、名古屋で活動中なんですね。そうなんですよ、はいはい、でそれをじゃあ若者を頑張ってるから応援しようと思うので、うん、はい、テーマはピース、ピース、あー平和。宮田さんってさ、もともと鉄砲から、あーそうですね、はいはいはい、ここにウスパイラルの、うんうん、でこれもウスパイラルのスプレーのタイプで、はい、これで継続してたって、2013年ぐらいにベリーションエクスプリームっていう名前でベリーションエクスプリーム、はいはいはい、あのバイクを外したんです、うん、でそのフレームを使ってアルちゃんのデザインが1位になって、さっきなんかありましたね、なんか、はい、あと桜とスパイダー、はい、スパイダーで、ね、はい、書いてくれて、はい、でそれをうちがペイントして、なるほどなるほど、あの、はいはい、でミラーさんがペイントしたと、ね、ペイントして、なんか6台あるんですよ、はい、で41台限定で、はいはいはい、限定販売、ああそういうモデル、みんなで若者を応援しよう第1弾、だから皆さん若者を応援方法で、うん、大きい声では言えないんですけど、宮田さんは感染者でいてくださいっていうことなんですけど、はい、フレームセットでも売り、あの出します、出す、ああなるほど、うん、そうで、これが感染者、感染者で、はい、これサイズを使用した、はいはいはい、まあフレームセットだと38、うん、税別で38、はい、38、うん、38、うん、っていう感じで、うん、まあけど、まあ、これ40から60か、この品質のフィレンジでこのペイントしたら50万ぐらいしちゃうから、80ぐらい、もうなんていうの、私たちも応援するためにちょっとある意味コスト度外視みたいな感じでちょっとやってるみたいな、すごく、うん、あーなるほど、うん、これすごくいいと思う。あの他社のパイプはあのフレームあんまり褒めないんですけど、これはすごくいい。見た目可愛いけど、乗り味そんなにシャキシャキ走るの、うん、すごくシャキシャキ、見た目はあくまでペイントしてるだけだからね、フレームの性能おそらく結構ガチなんですよ、ね、そう、はいはい、りました、ありがとうございます、はい、じゃあこれからちょっとこれちょっとサドの高さを調整してもらったらじゃあ乗りたいと思います、はい、じゃあ宮田のこれなんて言うんだっけ、これモデル名忘れちゃった、乗りたいと思います、コラボモデル、後で調べましょう、後で調べる、まあとりあえず限定ってことは分かるで、ちなみに岩倉さんはマッチのハイブリッド、ハイブリッドですね、いやもうねこれあの走り出しからやばいな、こっちはどうだろう、どっちもカンパニオールだ、あーでもね、ソリッドだねこっちは、うん、あ確かに剛性高いねこいつ、剛性感かなりある、あー進むねこいつ、めっちゃ進むね、いやもうこれやばかったそっちすげえなそれ、あのサイズがでかいし、あれだね、そのねじり剛性がすごい高い黒森って感じだから、なんか目つぶるとカーボンに乗ってるみたいな、そんな錯覚を覚えますね、ただやっぱり風の抵抗は受けるね、今日ね風が強いのよすごく、エアロロード使用するには絶好のチャンスなんだね、はい。
リッター。おー楽しい。おおはい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 。あめっちゃ走るねこれ。確かにこれヒルクライマー向けだねこれ。そうね、なんかサイズ小さい割にハンドルが遠い気がすんなこいつ。なんか黒森とアルミの中間みたいな感じだね。黒森のちょっと当たりの優しさとアルミみたいにこうシャキッと進むような感じが共存してるんで、なんだろうネオコットフレームにちょっと似てるかもしれない。あ衝撃はねさすがにねリムブレーキでかつ硬いフレームなんで、まあ伝わってはくる。はい、あギアが重いままだったスーレコスーレコスーレコやでこれこの感じはすごくなんか、うん、いいフレームだね。なんかね、でもね、知らない人の乗ったらはちょっと分かりづらいかもしれない。はい。そうね。硬い車が欲しい人もいいかもしれないね。やっぱり、うん、一昔前のフレームだけど全然戦闘能力が高いし、実は重量もねさっき、ね、持ち上げ見たけど黒森とは思えないぐらい軽い。なんとかまたカンパニオールに牙を迎えました今日のカンパニオールちょっと反抗的なのが多い、てか僕操作が楽すぎる。ちゃんと操作してあげないとカンパニオールはへそを曲げてしまいます。うん、これは確かに坂登ったら気持ちいいだろうね。カーンと進むんで、ここ向かい風で結構速度落ちやすいんだけど、ガンガン走ってるよ。うん、すごいいい。アウチ。振動がどうしてもね、やっぱり結構伝わりできちゃうんで、まあそれはまあいいんだけど、ただ。この子のね、真髄はそこじゃないからね。さっきのメイラの全く逆です。サイジャックスはグラベルローなんで乗り心地すごいんだけど、こいつはもうほんと加速性のオンリー、もう踏んだ力がそのままダイレクトにペダルに伝わって地面を蹴って走るっていう、そういう自転車なんです。もう本当にレースが好きな人とかヒルクライム好きな人とか、そういう人向けの自転車になりますね。多分ヒルクライムだったらこのリムブレーキのデメリットってそんなにないと思うんで、これでヒルクライムすごい楽しいと思いますよ。今日の試乗コースの坂がないんで、それちょっと試せないのが残念ではありますが、かなり走りますね。ちょっとね、値段がね39万ってね、正直言っちゃうんだけど高いんだよ。ただまあその有名なアーティストのコラボレーションで、さらにそのミューラーさんが塗装して、そのオーダーのように塗装して、でそれでまあ売ってるって考えたら、まあそうね、安いは安いかな。その実際は多分もっとコストかかってると思うんで、もっと値段乗せてもいいんだけど、まあなんとか40万以内に収まったっていう感じなのかなっていう。なかなかちょっとね、若者を応援するとは言ってたけど、若者こんなお金出せるのかなってちょっと不安にはなっちゃうんですけど、まあでもそのなんだろう、心意気というか、このコンセプト自体は僕は悪くないと思いましたね。個人的にはもうちょっと安くしてほしかったけど
まあ、そうするとなんかコラボの意味がなくなっちゃうから、まあ、まあそれ以上言いません。はい、結局このモデル名何だったんだろう。これが一応モデル名なんだな、うん、ペイントはでもすごくね、まあ調べてみて分かってますけどかなり可愛いですよ。お花とか星とかいろいろついてる。なんかワイングラスとかもあるし、ね、鳥さんとかいたりとか飴とかキャンディーとかリボンとかいろいろ、まあ見てるだけで楽しい。そんなフレームになってます。まあ興味がある人はちょっとカタログ見てください。まあ6月までの限定モデルらしいんで、もうこの動画公開時はもうないかもしれないけど、欲しい方は急いでください。はい、岩倉さんはあれ、マッチ、これマッチのカーボンとカーボン黒森のハイブリッド、まさかの黒森を切断して作ってるっていう、ラグではラグ組ではなくて黒森フレームを一度組んでそれをぶった切って、まあグラファイトデザインかなんかのカーボンだと思うんですけど、それを生かしているということらしい。めっちゃコストかかってる、成形してから切ってそこからまた作る。その黒森フレームを一回製造してから切った方が、あの精度が出やすいと、出やすい、センターを出しやすいということで、そうやって作ってるそうです。マッチもなんてモデルなんですか。マッチのなんてモデルなんですよね。モデル名が書いてないんだよね、マッチしか書いてないんだよ。まあカーボンハイ黒森ハイブリッドも言いましょうか、うん、ちょっともしあの載せたら URL 載っけたくてよかったらチェックしてみてください。とても軽いまあちょっとこれ限定になっちゃうんですけれども、RNC7 をめちゃくちゃ軽くした感じです。ああ、じゃあやっぱ硬めなんですね。硬いです。はい、硬いです。硬くてレーシーなモデルが欲しいというまた向きのものですね。カーボンだから乗り心地いいかというとちょっとそれはまた違うと思う。黒森とカーボンの組み合わせだけど、まあ比較的硬めで。まあでもフォークもきっとこれカーボンだろう。カーボンですね。これは。うん。まあ得てして振動は少なかったかな。ああ。とはいえ硬いです。しなる感じじゃないですね。じゃあ乗り心地がいいんだって思ってる人はちょっと大目玉食らうかもしれない、レーシーな黒森ハイブリッドが欲しい方はぜひと、うん、見た目もレーシーだしね、うん、シックでかっこいいピストみたいな感じ、うん、こっちもやっぱ硬かったね、似てるかもしれない。こっちもなんかねアルミっぽい感じ、黒森だけどそれカーンってする感じ、ネジで剛性も少ないし、うん、じゃあカーボン結構硬いんですかってと思いますね、うん、しなる感じはない、うん、そんな感じでした。というわけであの皆さんもよかったら来年来てみてください。こんな面白い自転車がいっぱいあるんでまあこれはもうないと思うけど、はい、マッチはもしかしたらあるかもしれない、かもしれないですね、はい、というわけでこの動画参考になったらグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは次回もお楽しみに。じゃあねー